ああ、かわいそうに。すみません、私の落ち度です。敵の攻撃を防ぎきれず、また満足に治療もできずに。いや、チカは最善を尽くしたと思う。あんまり自分を責めないで。引っ込んでればよかったのに、魔物を退治しようなんて言い始めた私の責任だよ。誰も悪くありませんよ、多分。運が悪かったんです。何だったんでしょうね、あの魔物。本当に忌々しいたらないです。あ、何ですか、騎士さん。何か言いたげですね。どうしてあなたが謝るんですか。あなたは何も悪いことをしていないでしょ、いつだって。そうだよ。というか、謝られても仕方ないしね。起きたことはどうしようもないから、頭を切り替えて今後のことを考えなくちゃ。世界中でファンが待ってる。うつむいて動きを止めることだけはしちゃいけない。私たちはアイドルだから。とりあえず、コッコロちゃんだっけ、この子の治療費はカルミナが出すよ。私たちの舞台を見てくれたお客さんだもん。そんなの何のお詫びにも心の慰めにもならないとは思うけどね。アイドルはいつだってファンに誠意を尽くさなくちゃ。どうか、慰謝料でもないけど治療費を受け取ってほしいな。高名なお医者さんを呼んだりとか、他にもいろいろ手を尽くすから、あまり気を落とさないでね。大丈夫、この子もきっとすぐに目覚めるよ。お前たち、何をこんなところで油を売っている。へっ、プロデューサーさん。ひっとはご挨拶だな。私は魔物じゃないぞ。まあいいけどな、怖がられるのには慣れてるから。お前たち、さっさと国営空港の転送の前向かえ。次のライブ開催地へ移動し、今日は宿でぐっすり休むといい。移動や宿泊の手続きなどは現地に先行させたマネージャーに任せてある。ほら、言った言った。この怪我人のことは私に任せろ。顔見知りだしな、いいように処理する。うん、じゃあお任せするね、プロデューサー。失礼します。あの、また連絡します。ツアーが終わって帰ってきたらお見舞いに来ますから。まあそれまでにコッコロさんとやらが目覚めていれば最善ですけどね。じゃあまたどこかでお会いしましょう。あの子らとも知り合いなのか。今や飛ぶ鳥を落とす勢いの大人気アイドル集団だぞ、カルミナは。なんだ、呆然として。私が美人すぎるからといってそうまじまじと見つめるものじゃないよ。礼儀を知らんな、最近の若者は。まあ驚いてしまうのも仕方ないけどな。私も自分で驚いているぐらいだよ。この天下無双の豪傑たるクリスティーナがアイドルのプロデューサーなんぞをやることになるとはな。これだから人生は楽しい。ノー！